こんばんは。長倉健太の裏人生哲学、新親は 100% 間違ってるが始まります。この番組は、購読者数44万人読者がいた人気番組をリニューアルしたもの。世界中の成功者に接してきた経験から、親、学校、社会から洗脳されてきた思考を解放します。それでは、今日のエピソード、長倉です。今日もね、早速始めていきたいと思うんですけども、まあ、今日は、大阪に行く新幹線の中で撮ってるんですが、まあ、今日のテーマ何にしようかなと、いうふうに思ったんですけれども、なんだろうな、やっぱりこうインプットをね、どうするかっていうのが一番重要だなと思ってて、なんでかっていうと、今日ね、実は朝食会なのもね、ちょっとやってみたわけですよ。まあ、その友人にね、募集してもらって、まあ、俺が、そこに参加するみたいな形でやったんだけど、まあ、そこで何をやったかっていうとね、それぞれこういろんな本を持ち寄ってほしいなと、面白い本を紹介してほしいなって思ったんだけども、そこで何が起きたかっていうと、まあ、結構みんなね、あのベストセラー本を、持ってくる人も多かったなというふうに思ってて、別にそれがね、いい悪いとかっていう話じゃなくてさ、やっぱりこの人生をどう生きたいかによってそのインプットを変えなきゃいけないよね。例えば人生を変えたいとか、その他大勢から抜け出したいとか、成功したいというふうにもしね、思ってる人がいるんだったら、まず考えなきゃいけないのはインプットなんで、じゃあインプット考えなきゃいけないって言った時に何が重要かって言ったら、ベストセラーを読まない、もうこれしかない、ベストセラーを読まない、もしっていうことを徹底的にやる。で、やっぱ俺がいつも思ってるのは、そのベストセラーじゃなくてね、じゃあ何を読めばいいのって言われた時に、まあ、2つあると思うんだよ。1個は何かっていうと、もうとにかく高い本を読む。だからアマゾンでそのマーケットプレイスに出てる高い本とか、もう誰も読まなそうな本を読むっていうのはもう一個ね。で、もう一個面白いなと思ってるのは、まあ古典を読むだよね。まあ、昔からの哲学書とか読む。まあ、これはまあほとんど値段は、合ってないようなもんだと思うんだけど、まあそれをやると。で、これなんで古典かって言ったら、普遍性があるからね。やっぱ人間っていうものを、その何百年も受け継がれてる本っていうのは何かあるわけよ。何かあるわけってどういうことかって言ったら、人間の普遍性、普遍的なものを、やってるから、いつの時代も通用するものでしょ。いつの時代も通用するものっていうのは読んどいた方が絶対いいと、ね、だっていつの時代も通用するっていうのは証明されてるわけだから、ね、だから昨今のベストセラーを読むよりも当然古典を読んだ方がいいし、あとは誰も読んでない方を読んだ方がいいよねと。じゃあなんで誰も読んでない方を読んだ方がいいのかって、単純で売れる、なんていうのか、その要するにこう成功する人っていうのはさ、世の中のさ、ごく少数なわけじゃないですかね。ってことは、まずそこから考えることは何かっていうのは、とにかく自分をマイノリティに持っていかなきゃいけない、自分を少数派に持っていかなきゃいけないって俺はことだと思うんだけど、だから少数派に持っていこうと思ったら、インプットどんどん変えていかなきゃいけないし、そのインプット変えようと思ったら、やっぱり誰も読んでないような本を読むしかないよなっていうのが、まあ俺の中で一番、思うことかなというふうに思ってるので、ぜひね、皆さんその本をね、どういうふうに選ぶのか。あ、でもこれはもどかしいよ、発揮して。俺自身は自分の本をベストセラーにしたいと思うし、自分が手掛けてる本をベストセラーにしたいというふうに思いながらも、その人生を本当に変えたいというふうに思うんだったら、ベストセラーを読まないっていうね、いう。でもこのね、矛盾が俺はある、いいと思ってるわけよね。その物事っていうのは全て矛盾を、内包してて、ね、矛盾が、ないところに、は何もないと思ってるわけよ。わかる？うん、だから俺のこの話聞いて、なんかベストセラーを思い出したいんでしょ、でもベストセラー読むなんておかしいじゃんって思うかもしれないけど、で、世の中っていうのは実は全てにおいてその矛盾を、抱えてるわけ、ね、人間も矛盾を抱えてるわけ、人生も矛盾を抱えてるわけ、その矛盾の中でどう生きるかっていうことなんだ。矛盾をどういうふうに、自分の中で、消化していくのか、そして矛盾の中でどういうふうに対処するのかっていうのが、やっぱり俺は、人生のね、面白さなんじゃないかなと思ってて、何言ってんだと思うかもしんないけど、これ本当そうなんだよ。みんなね、単純に答え、ね、白黒つけたいとか、いい悪いとか、まあいろいろね、単純な答えを求めがちだよね。でもそれはそれぞれ、そんなことは起きないわけよ。それぞれがそれぞれの立場の中で、それぞれの世界の中で生きてるわけであって、その中でその、ね、交わりきらない部分があったりとか、するのがこの世の中だから、そのね、世の中っていうのは全て矛盾を含んでるということを、皆さん分かってほしいなというふうに思います。まあちょっと話戻すけどね、とにかく、もし、著者になりたいと、著者になりたいと、あ、著者じゃねえや。もしね、自分がうまくいきたいというふうに思ったら、自分の人生うまくいきたいと思うんであれば、やっぱり、何をやればいいかっていうと、やっぱりこう誰も読まない本を読むしかないんだよね。うん、やっぱりね、正直ね、やっぱりこうみんなが読んでる本を読んだってマジで何の意味もないよ、本当に。うん、これは本当に僕はずっと昔から言ってるんだけど、本当そうだよね。
ネタ元っていうのを、まあ、どこに持つのかっていうので人生は変わるんで、まあ、そういった意味で、ぜひですね皆さんこうベストセラーを読まないということをやってもらいたいなと思います。